先輩、もういいです。これだけ探してもらったら十分ですから。こういう自転車ってかわいそうですね。誰かが可愛がってあげればもっともっと輝けるのに。私も先輩に教わらなきゃ自転車を可愛がるなんて思ってもいなかったです。届いてるかな。嬉しいです。もっと私のこと呼んでください。